いや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 、もうあかんない、やめた、もうやめた。1分で教えて。ジジイに聞け。原子炉の炉心では燃料のウランの核分裂が続いて起きることで熱を出しています。ウランが炉心の中にある量以上ないと核分裂が続かなくなります。なので燃料の中にまだ使えるウランが残っていても、炉心の燃料の一部はウランを多く含んだ新しい燃料と交換しなくてはなりません。ですから今使われている軽水炉では燃料をずっと総化し続けて燃やし尽くすことはできません。軽水炉ではなく違うタイプの原子炉を使って炉心に入れた燃料を燃やし尽くす研究をしている人もいます。でもなかなか実現は難しそうです。わかったか。